2020年東京オリンピックパラリンピック文化プログラムは東京2020オリンピックパラリンピック競技大会に再始実施される公式行事としての関連文化事業であるオリンピック憲章とオリンピックアジェンダ2020ではオリンピック開催にあたりスポーツのみならず教育を含めた文化オリンピアードの実施を義務付けている東京オリンピックパラリンピック競技 大会組織委員会は文化・教育委員会を設立、東京とも文化プログラム検討部会を組織し、東京文化ビジョンの素案を提示して、東京キャラバンを開始している。文化プログラム計画はオリンピック招致にも影響することから、2016年の第31回夏季オリンピック、東京招致に際し2006年に東京芸術文化評議会を設置し、 東京文化発信プロジェクトを展開し、アーツカウンシル東京として継続してきた実績がある。もともと東京は文化創造都市を標榜してきた経緯から東京文化都市構想が提案され、民間からも文化創造都市政策の提言もあり、世界遺産の国立西洋美術館がある上野公園を中心とした上野文化の森新構想などもある。政府は 日本文化を発信する首相直轄の日本の美総合プロジェクト懇談会を設置。また、内閣官房に東京オリンピック競技大会、東京パラリンピック競技大会推進本部事務局を設置し、和食や祭りなどを世界に発信するビヨンド2020プログラムを展開。このほかオリンピックを 観光振興のきっかけにしようと地域活性化推進主張連合が310の自治体の参加で発足し各地の伝統芸能や郷土料理を紹介することで日本文化を発信する。ワパラリンピック応援に特化した障害者文化主体の催し。大会組織委員会文化教育委員会の第1回会合では開会式は浴衣着用などの案が出され。 と検討部会では、盆踊りをボンダンスとして披露といった意見が出た。こうしたアイデアは2016年までに国際オリンピック委員会の承認を得る計画でいる。2016年10月29日、池袋ハロウィンコスプレ2016にリボンの騎士のサファイアのコスプレで登場した小池由里子東京都知事は、アニメ、漫画はクールジャパンの代表格で、 東京オリンピックパラリンピックでも、スポーツだけでなく、日本の文化を発信していきたいと挨拶した。文部科学省は、スノーゴンと形容される、ワールドマインドスポーツゲームズを誘致し、日本の将棋を追加種目とする構想を明らかにした。2016年8月、リオデジャネイロオリンピックの開催に合わせ、リオデジャネイロにおいて、e スポーツの大会が開催された。 欧米では対戦アクションゲームのようなコンピューターゲームをゲーム文化として一つの独立した文化とみなす傾向もあることから東京オリンピックに際しても同様の大会を開催したりオリンピックのエキシビジョンとしてでも e スポーツを正式採用するよう働きかける動きがある。国立競技場の建て替え案の白紙撤回を受け競技場に伴うレガシー機能のうち 博物館と図書館設置が廃止となった。オリンピック憲章では、スポーツを文化と教育と融合させることで、教育的価値、社会的責任、普遍的、基本的、倫理的諸原則の尊重に基づいた生き方の創造を目指している。国連開発と平和のためのスポーツ事務局は、オリンピック・パラリンピックなどのスポーツ教育による文化交流、平和貢献、 人格育成などを目指しており、日本は東京オリンピックパラリンピックに向け国際支援活動スポーツフォートゥモロを公約に掲げた。オリンピックにおける文化プログラムは1912年のストックホルムオリンピックから1948年のロンドンオリンピックまで合計7回の大会で正式競技として実施された芸術競技が原点となる。その後、 1992年のバルセロナオリンピックから文化オリンピアードとして復活し、2012年のロンドンオリンピックにおいて、クーベルタン男爵のザ・オリンピック・スイズ・ザ・ウェディング・オブ・スポーツ・アアートの精神をより強く表現することが決議、実行された。また、2010年のバンクーバーオリンピックでは、冬季オリンピックとしては初の文化オリンピアードとして、 デジタル文化オリンピアードを採用し、デジタルアートを中心に映画や音楽の祭典を実施している。一方で、1964年の東京オリンピックでは、スポーツに関係なく五輪期間中に日本最高の芸術品を世界に紹介するという方針を掲げ、美術部門4種目と芸能部門6種目の展覧会、上演会が組織委員会主催で実施されたり、 1998年の長野オリンピックの際に障害者芸術アートパラリンピック展が開催された経緯がある。ありがとうございます。